岐阜県立中津川工業高等学校は、岐阜県中津川市にある公立全日制工業高校。学校内では、本校のことを中高と呼び他校生や地元住民も中高と呼ぶことが多い。専門学科のため県内全域から受験可能だが、学校は旧東農学区に所在する。中津川市、恵那市周辺唯一の工業高校であり、旧恵那郡を含む中津川市内及び、恵那市からの通学者が大半を占めるが、瑞浪、多治見方面や中央西線から外れた加茂郡、東白川村からも生徒が集まる。かつては、公立高校には珍しく、カッターシャツ、カバン、ベルトに至るまで、校章入りの学校独自のものが指定されていたが、現在では、爪襟の学生服、スカイブルーの夏季カッターシャツ以外は、おおむね自由となっている。毎年、9月初旬に、各科対抗形式、電気科、北軍、建設工学科、東軍、電子機械科、西軍で行われる、体育祭が開かれる。11月初旬には2日間にわたり、仰ぐ星祭りと名付けられた、文化祭が催される。近隣中学校の学校見学会を閉鎖し、一般にも公開されている。その他には春に学年別の遠足、学年、科別の社会見学、2年生対象の修学旅行、職場体験等がある。以前は生徒は何らかの部活動に必ず参加することとされていたが、2018年頃よりその制限はなくなり、部活動への加入は自由となった。電気工事部門優秀賞木材加工部門。最優秀賞橋梁模型部門最優秀賞、優秀賞電気工事部門最優秀賞、木材加工部門最優秀賞、優秀賞測量部門最優秀賞 H19、20、21、23、24、25、26年度、計9名が県大会を1位または2位で通過し、東海大会へ出場。H23 年度東海大会準優勝と4位。H24 年度東海大会初、優勝同年度全国大会初出場。H25 年度東海大会3位、4位。H25 年度第8回若年者ものづくり、競技大会にて第1位厚生労働大臣賞、受賞。H26 年度東海大会、優勝全国大会へ。隣接する長野県南木曽町にある、公立高校の長野県、生ける南高等学校にも総合学科に工業関連のものづくり系列があって、隣接地域として中津川市内からの進学が認められている。この地域に限ったことでないが、遠方からの生徒は総じて自宅からの通学が困難なため、学校近くの民間経営の学生寮に下宿する場合が多い。ありがとうございます。